ロバート・ボークロバート・ヘロン・ボークはアメリカ合衆国の法学者、裁判官、弁護士、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身、1973年6月から1977年1月までニクソン政権で第35代アメリカ合衆国商務長官を務めた。ウォーター・ゲート事件においては土曜日の夜の虐殺と呼ばれるアーチボルド・コックス特別検察官会任の 当事者だった。司法長官、エリウッド・リチャードソンと司法副長官、ウィリアム・ラッケルズ・ハウスは、ニクソンのコックス解任方針に反対して相次いで辞職しており、ボークが役目を引き受ける結果になった。1987年、レーガン大統領が連邦最高裁判事に指名したが、保守派のボークに対して民主党多数の上院では反対意見が多く、 指名承認は否決された。このことから、アメリカでは、ボークの名字である、ボークが、公職に指名された者の,の就任を阻止するために、マスコミなどがこぞってその者のを、誹謗中傷することを意味する動詞として使われるようになった。その後、イエール大学法学部教授、連邦高等裁判所裁判官も務めた。イエール大学時代の教え子に、ビル・クリントンがいる。クリントンはその思想、 立場を超えて、ボークの抗議に感銘を受けたという。2012年12月19日、バージニア州アーリントンで死去。85歳没。英二郎ボーク、ハットロバート H、ボーク、コンサバティブ10レスト、DS アット85、ニューヨークタイムズ2012年12月20日、閲覧。ありがとうございます。